大宮町は、静岡県富士郡に存在していた町である。現在の富士の宮市の中心部にあたる。大日本特農家名館によれば、大宮町の特農家は、菅沼昌作、池谷佐平、塩川貞次郎、塩川広作、塩川乙吉、野村徳兵衛、鈴木安助、渡辺里次郎、石川雄平、 山本正三、高野久義、塩川忠平、菅沼優五郎、深沢健三郎、佐野徳次郎、篠原九次郎、角田第一、三宅里七、角田雄五郎、望月重太郎、久保田福次郎、米山米作、山本虎次郎、鈴木今吉、大竹義道、大井忠義、土屋翔太郎、高瀬薪太郎、小池義兵衛、角田太蔵などである。 かつては、駿河国富士軍に属しており、主に、富士山本宮浅間大社の門前町としての顔を持つ。古より六歳史が行われる、商業地であり、後に、今川氏真により楽一例が発布された。富士市の根拠地でもあり、中世以降常に、富士市の影響下にあった地である。地理上駿河国と海野国を結ぶ地であり、中道王冠が位置している。そのため、 駿河と海岸での争いの際は、大宮は常に政治的緊張にあった。また、駿河から伊豆国へ至る街道を結ぶ場所でもあったため、宿場町としても栄えた。イニシエより、富士山系の同社が来訪し、同社たちは枠玉池でみそぎを行い水彫りを行ってから、東廃を行った。ありがとうございます。